前髪長いね。切った。切りたい。今回のテーマは、あの禁断の話題。何でしょう。子供の筋トレについてです。YouTube でちょっと探したんですけど、軽く。全然ありませんでした。でしょうね。禁断。禁断。結論。うちではやってます。ドドン。ホームジムだとできちゃうんです。でもこれ、なんかナイーブな話題ですよね。人によっては、成長期に骨と関節がまだ弱い時に筋トレなんかさせてっていう人もいるかもしれない。前調べたことあるんだよね。大丈夫かどうかみたいな。はい。怪我以外は大丈夫かなっていう。良くないみたいなの？はっきりとあるやつは見かけなかったんですけどね。なんか理論的に理解できたのが、まだ子供って骨柔らかいんですよ。うん。大人になっていくごとにこう硬くなっていくみたいな。うん。だから、その、ちょっと一回曲がっちゃうと重さで、うん、良くないみたいな。でも俺思ったんだよね。そんなこと言ったらさ、何キロっていつも担いで学校行ってんの、あれおかしいでしょ。そうだね。あれ、そんなこと言ったらさ、うん、って思わない、うん、何キロ担いでんだよっていう。私立なんてなったら弁当とか担ぐからさ、10キロは行くよ。まあきっかけはさ、あれだよね。両親2人が筋トレやってたから子供もやってみたいみたいな。そこから始まったよね。そうなんです。向こうやりたいって言い始めたんで、お、暇だしやってみるみたいな、うん、最初はね、すごい小さい時に懸垂はちょっと、まあ親がほぼそう支えて、こうやってこんなフォームこんな感じだよみたいな。うんうん。で、多分俺が育児ちゃんとやるようになったぐらいからだな。6歳ぐらいじゃない？それまでね、やってなかったそれまでやってなかったんかってなっちゃうな。5歳ぐらいだよね。5歳ぐらいからやったんでしたっけ？うん。ちょっと増やしてったかな。それまではなんかちょっと遊びの延長みたいな感じでキャッキャキャッキャやらせてたんだけど、5歳ぐらいからちょっとちゃんとやるようにさせてったよね。簡単な方法があってですね、女の子にはお尻が大きくなって可愛くなるよって言えばやるってなる。男の子には足が速くなるよって言うとやるってなる。で、これどっちも本当なんですよ。後で触れるんですけど、なんでし始めたかってあります？私は特にないです。何かなんであなたオッケーしたんですか？まあ、あなたがちゃんと見てんだったらいいかなみたいな。習い事？習い事。私結構いろんなスポーツやってた。うん。で、大体全部できるんですよ。で、今やっと思ったのが、いや、もっと筋肉あったら絶対全部のスポーツ楽しかっただろうなって思う。全部、もちろん。例えば野球、スイングスピードも速くなるし、ピッチングスピードも速くなる。陸上だったら足速くなるし、うん、サッカーだったら当たり負けしないし、うん、それは一つでしょ。あとやっぱかっこいいじゃないですか、うん、今はちょっと違うかもしれないけど、いや、昔からさ、細いのがコンプレックス、うん、だから棒みたいなのがね、ちょっと嫌だったんですよ。だからそれあればちょっと全然違っただろうなっていう。モテ度も違ってただろうなと。俺のそう、モテだよ、モテ。わかる？うん。わかります？やっぱヒョロよりもさ、ちょっとあった方が良くないですか？私はね。さらにもっと言っちゃうと、やるメリットの話してるんですけどね。女の子の場合だったらさ、お尻にちょっと筋肉があればさ、そこ使いながらいろんな生活するわけでしょ。うん。そうすると、姿勢も良くなるし、なかなか落ちないというか。だから一度つけて、お尻の筋肉を意識するマインドマッスルコネクション、発達してれば、要は運動神経だよね。だからその後も生きていきやすいと。で、この数々のメリットを考えて、スタートしたわけです。具体的な話聞きますか。種目について。まずはナチュラルな種目かな。ナチュラル、え、そう、ナチュラルな種目。懸垂、ブルガリアンスカットやった。ナチュラルなんか。ウェイトなしのやつ。懸垂は補助つけて、ブルガリアンはダンベルなしの、うん、自重、うん、だから最初はもうすごいね、全部体を押さえて、もうフォームが染みつくまで、うん、わかる、うん、ガチガチにこう固めて体を、うん、ガードしてやってた。さすがにね、怖かったから。うん。で、なんか、子供も、なんかできるようになると面白いらしくて、なんかやってた。で、あると気づくんですよ。子供って筋肉痛来ないのよ。回復早すぎて。わかる？しかも、そんな重いのやってなかったからさ。うん。あると気づくの。まあ、筋肉痛痛くねって。ああ、そうだね。そう。これマジ多分、このチャンネルじゃないと聞けない話だと思うんですけど、そっかなんかね、ちょっとね、憂鬱になってた。ああ、そうだね。で、最初の多分筋肉痛、子供多分びっくりしてたよ、ね。あ、びっくりしたよね。怪我した。そう、病気になったんじゃない、うん、って。折れたって言ってた。あ、折れた。足折れたって言ってた。いや、でも、筋肉痛知らない人からしたら、朝起きたら足がすごい痛いってだったら、まあ、何事かって思うよね。頻度なんですけど、最初の方はね、月1ぐらい。そうだね。本当に、たまーに。さっきの考えもあって、体の後ろの筋肉をメインにつけてたんですよ。姿勢とさ、スポーツ。スポーツっていうのは基本走るじゃないですか。で、走るのに使う筋肉は後ろなんで。うん。以上です。ありがとうございました。で、時が進み、
今ではもうちょっとバランスをよくと。うん。何を取り入れたんですか？リップスです。来ました。フロント、うん、ちょっと前をね。あとカーフです。もうメリットしか考えないからさ、足が速くなる筋肉、ふくらはぎでかくしようっていう、うん、強くしようっていう、うん、ジャンプも、うん、走りも、もう全部で。カーフってさ、普通にやったらすごい重量できちゃうじゃん、うん、だから腰をこう曲げるドンキーカーフレイズ、あれやってますね。息子の方に、はい、娘ちゃんはさ、ここボコってなったらちょっとあれじゃないですか。スポーツ行くならいいけど、まあね、まだわかんないしね。そう、将来モデルとかなったらさ、ちょっと恨まれかねないんで、それは抑えてます。あとね、バックエクステンション、背中、お尻、お尻に向けてやつですね。僕が立った状態で腰持ってあげてさ、で浮かすわけ、うん、でこう上げるみたいな。はいはいはい、はい、そうそうそう、背中は丸めたままだぞ、あケツ上げて、お尻のアイソレーション種目です。はいはい、こんなところですかね。この前あれだった、私仕事しててさ、向こうの部屋であなたたち筋トレしてると思ったらさ、息子こっちの部屋来たらさ、肩がさパンプしててさびっくりして。ちなみに面白いのは、肩そんなやってないんですよ。だから多分ディップスかなんかやってて入っちゃったんだろうね。いや、ディップスもそうだし、いや面白いんですけど、とりあえずなんかやってたら全身なんかつくんですよ。うん、今俺挙げた種目、多分ね、懸垂バーを買えば全部できると思う。うん、うん、で今頻度がやって週1ぐらいの頻度ですね。しかもさ、筋肉痛がもうしっかり出るようになったよね。あー、出ますね。でそれすごい嫌がるようになったよね、やっぱり。筋肉痛嫌がりますね。まあそりゃそうだよ、そりゃそうだよね、うん、そりゃそれが普通。筋肉痛嫌だもんね。筋肉痛気持ちえーっていうのはね、ちょっともうあれだよ、超えちゃった人たちやから。一応語弊なきを言っておきますと、今日やるって聞いて、やるかっていう時にやってますね。うん、こっから先はちょっとセンシティブになるんですけど、子供だからその自分のマックスが分かんないわけでしょ、うん、まあ、急に来るっぽくて、限界が、うん、すげえ声出すんだよね。ギャーって、へーみたいな。でもこれ聞かれたら、マジいろんな役所が来るじゃんと思って、うん。やっぱり追い込まないっていう筋トレも、まあ効くし重要って最近あるじゃないですか。うん、かそれも大切なんだなっていうね。じゃあ最後にやってどうなったかですね。結論から言いましょう。娘ちゃん、ブリブリになりました。おケツが。おケツブリブリになりました。うん、いやなんかさ、これさ、羨ましいなと思ったんだけど、元からお尻の形が私よりあなたに似てて、割とあの上向きで、プリッと元からまあしてたわけよ。小ぶりながらに。ボンってなってるよね。うん、それはね、なんか。追加した。追加していい塩梅。私結構絶壁だったんだけど、そうじゃなくて、あなたに似たんだよね。それ羨ましいわ。だから、これ最初の方に繋がるんだけど、もっとあればさ、もっとできてたわけじゃん。うん。そう考えると、筋トレってしてた方がいいよね。俺は思うけどね。まあね。はい、次。息子くん、めちゃくちゃ足速くなりました。うん。基本的にどこ行っても1位か2位かみたいな。強強フィジカルになったよ。フィジカル強強になりました。うん、まあ身長も大きいんだけどね。それはうん、発育がいいっていうかあれはあるけど。うん。息子くんについてのね、デメリットは一つありますね。筋肉つけすぎて瞬発力というか、脳からの指令を受諾するのがちょっと遅い。だから足すごい速いんだけど、位置についてよいパーンってなった後、うん、うんってなってから、シューイーンっていく感じです。うん、まあそれを差し置いても速いからいいんだけど。うん、だそんなのはね、脳みその訓練なんで、うん、娘ちゃんのデメリット、懸垂なのかもしれないけど、結構ガタイ良くなった。ガタイ良くないですか？ガタイ。あとあれだ、娘ちゃんも足あれじゃない、すごい速くなっちゃったね。速くなったね。彼女はそもそもすごい遅いのに速くなりましたね。でなんかやっぱ受けるのがさ、伝達遅いんだよね。娘もさ。息子くんのデメリットあったわ。なんかパワーでなんとかしようとする。あー確かに。スキーやってた時もさ、ゴリッとねやるんですよ、抑え込むというか。まあいいんだけど、もう一個デメリット、食費が、あーかかるね。食ってる先に筋肉で消費されちゃうんで、うん、瞬く間に消えていくからね。本人たちにどうか聞いたらプラスだよね。そうね。まあやってる人多分めちゃくちゃ少ないんで、そもそもサンプルも分かんないだろうし、実験もできないと思うんで、永遠に、うん、あそれこそ自己責任。そうだね。その子供子供の様子を見ながら、まあ俺的には怪我しなければ何でもいいかなって思うんすけどね。うん、良くないっていうんだったら子供のお相撲さんのやつとかもう全部ダメになるよね。うん、まあ、すごいんで、あれはもう日本の NFL フィジカルの頂点たちが集うワンパク相撲、うん、もうめちゃくちゃすごいんでね。すごかったね。筋肉も舐めてた、体重も、うん、いろんな反応あると思うけど、うちはいいんじゃないか、まあ、やってる人がいたらいいことの方が多いんじゃないかなっていう。まあ身を見まねで危ないことやらせるのは良くないと思いますけど、限界が分かんないんで。そうね、子供ね。まあこの辺かな。まあ最初はもう自重ならいいでしょ。そんな感じでございます。なんかいろんな習い事あるじゃないですか。俺筋トレいいと思うんだよね。
親子でできるし、全部に通じるんですよ。やっぱパワーなんですよ、世の中。大谷を見ればわかるでしょ。三笘もパワーだから。以上でございます。八村もパワーだから。質問があったらコメント欄、うちのチャンネルコメント少ないんで。そんな感じでございます。どなたかの参考になったら嬉しいです。ということで、バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。なんか言われるかな。もう前にもう筋肉つけちゃったし。何を言われるかわかんないけど、やっぱスポーツでつける筋肉とウェイトでつける筋肉って質が違うからさ。それでも子供関係ないからね。